友達にお願いしてた作曲ができたみたい。それでね、YouTube をしている親友の新吉くんにショート動画の音源を作ることになって、よし気合入れて作るぞって思ったんだけど、特別なものにしたい。部屋の中に放置されている雑貨で音楽作ってみた。